スーパーサイヤ人にも弱点があったか。よし、そんじゃ修行に行くとすっか。悟空、悟空よ、聞こえるか。ん、この声、神様か。うん、よく聞こえんぞ。久しぶりだな。よくぞ地球に帰ってきたな。待っていたぞ。早速で悪いのだが、お前に大事な話がある。神殿に来てもらえるか。え、今じゃねえとダメか。ほら、これから修行が。皆にとっても大事な話なのだ。みんなに、あ、わかった。今からそっち行くよ、神様。うん、待っているぞ。ピッコロ、ごはん、悪いけど、俺は神様のとこ行かなきゃなんねえんだ。おめえたち、どうする？何？神だと？俺は奴のところになど行くつもりはない。そっか。じゃあ、おめえたち先に修行しててくれ。わ？は、はい、お父さん。でも、お父さん、場所ってわかるの？ピッコロとご飯の木探れば、なんとなく場所はわかるさ。大丈夫かな？そら、行った行った。オラがそっち行くまで、ピッコロとしっかり修行してんだぞ。任せておけ。久しぶりにしごいてやる。そんな。神様の大事な話か。なんだろうな。いや、すげえいいリンゴだぞ。ひゃー、うまそうなリンゴだ。いやできた。神様、なんか妙な感じだったな。よっ、神様。ミスタープポモ、久しぶりだ。待っていたぞ、孫悟空。で、一体何の用だ？ドラゴンボールについて話があってな。線路の調子でも悪いんか？いや、私の死、私の存在そのものが消える、その時が迫っている予感がするのだ。な、あくまで予感だ。そこまで深く考える必要はないかもしれぬが。もう、わかった。予感なら外れっかもしんねえしな。だが、もしもの時を考え、願いは今のうちに叶えておくのだ。よく考えて使わねえとな。分かったよ、神様。おっと、そろそろ戻らねえとな。ピッコロたちは、あっちか。
やじろべえ。オラを呼んだっちゅうことは、なんか用でもあるんか？そういうこと、頼みがあるんだぎゃ。なんだ頼みって？先祖だわ先祖。カリン様がまた育てるってよ。それにゃ肥料とか必要でよ。それ集めんのおみやさんに頼もうと思ってよ。ならおめえが集めに行けばいいじゃねえか。俺は忙しいの。どう見ても暇そうじゃねえか。うるせえ。どうせ先祖はおみやさんたちが使うんでしょう。自分で探してくるのが当然でしょうよ。それもそうか。相変わらず軽いやつ。よし。じゃあ詳しく説明するでよ。てなわけで、今説明したやつが必要な肥料だぎゃ。肥料は聖地カリンにあるでよ。場所も地図に印つけといてやったでね。この塔をずっと下に降りていきゃたどり着くでよ。肥料集めよろしく頼むわ。わかった、行ってくぞ。なんか力が出ねえな。やじろべえのやつ、いつもここで何やってんだろうな。カリン様には先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも手伝わねえとな。やじろべえのやつ、いつもここで何やってんだろうな。修行って感じ。いいもん手に入ったな。ああ見えてやじろべえのやつ、刀はすご腕なんだよな。初めて会った時、魔物をバッサリ切っちまったしな。修行すりゃもっと強くなるんだけどなあいつ。よし、はっ、よっ。カリン様には先祖で世話になってっかんな。たまにゃオラも手伝わねえとな。はっ、よっ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ああ見えてやじろべえのやつ、刀はすご腕なんだよな。初めて会った時、魔物をバッサリ切っちまったしな。ん？なんかいるな。おめえ、やるなら相手になるぞ。しかし、もっと強くないんだけどな、あいつ。よっ、はっ、よっ、はっ。
なるほど。ヤジロベのやつ、これが嫌で頼んできたんだな。ま、いい運動になったからいっか。あったあった。取ってきたぞ。やってくれると信じてたでよ。ちょっと待ってろな。頼まれとったやつ取ってきたんだわ。バッカモン、それは悟空が取ってきたんじゃろうが。楽ばかりしようとしようってからに。おい、寝てたんじゃ。瞑想しておっただけじゃ。まったく、お主には一度ガツンと反省させねばな。どんな仕置きをするべきかの。そりゃあにゃーわー。ともあれ、ご苦労じゃったな、悟空。また先祖が育ったら分けてやろう。お、頼んだ、神様。遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。はっ、よっ。嫌がんな。さっさと片付けちまうか。おらがいねえ間、ピッコロにゃご飯の修行任せっぱなしになっちまって悪いことしたな。あ、お父さん。わりわり。さて、修行始めっか。よし、それじゃ二人まとめてかかってこい。二人まとめてだと？なめられたものだな。ご飯、本気でやるぞ。やつに一泡吹かせるつもりで思いっきりやれ。はい。相当厳しく聞こえてくれたみてえだし。うわっ、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 どうした、そんなもんか。やるじゃねえか、おめえら。まだまだ行くぞ、ゴン。はい、ゴッサン。あげゃ。はっ、あげゃ。はっ、ゴッサン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 。おめえたちこそ、なかなかやるな。さすがお父さん。さすが、あのフリーザを倒しただけのことはある。おめえたちもフリーザより強くなってもらうからな。そんな、なれるのかな。今の力見えてきたみてえだな。それはどうかな。またまた、そいつら楽しみだ。ちっ、うっ、ああ、やあ、あ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 あ
そっか。まあよかろう。僕も頑張らなきゃ。ごはん、おめえ強くなったな。そうかな。ガキの頃からあのベジータやフリーザを相手に戦ってきたんだ。強くもなるだろう。だな。ここにいるとピッコロさんと修行してた時のこと思い出しますね。ふん、お前がメソメソ泣いてたことか。そんな。そうか、おめえたちオラが死んじまってた時ここで修行してたんだな。うん、ピッコロさん厳しくて使えんガキには用はなかったからな。まあ少しは使える程度にしてやったが。すまねえなピッコロ、おかげでご飯もここまで腕上げることができた。もしかしたらあっちゅう間にオラたちよか強くなっちまうかもしんねえな。お父さんたちを超えるだなんて。ふん、それくらい強くなってもらわなければ困る。今度オラもしっかり修行つけてやっかんな。3年後みんな驚かせてやろうぜご飯。はい。そういえば他のみんなはどんな修行してるんだろう。ベジータの野郎は相変わらず一人で生きがっていたようだな。なに、ベジータなら大丈夫だ。